立憲民主党、枝野幸男が感染。立憲民主党の枝野さんが27日にツイッターにて、新型コロナウイルスに感染したと明らかにいたしました。まず、枝野さんのご回復をお祈りいたしますが、現在国内において新たに BA2.75 という変異株が確認されており、現在主流の BA5 よりも、 感染力がおよそ3倍高いとの指摘もございます。暑い日が続いておりますが、今後さらに感染が拡大する恐れも出始めておりますので、皆様、マスクや換気などの基本的な感染症対策にご協力をお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。